はい、こんにちは。夜の方はこんばんは。今日はピクシスバニー直前直差ミラーを取り付けていきたいと思います。ものはサムライピック様のフェンダーに取り付けるタイプになります。まあこういう感じで、ハイゼットカーゴなどの定番タイプはフェンダーに穴を開けて取り付けるタイプになりますので、取り付け商には、まあ、完成はこんな感じになります。ということで取り付けていきたいと思います。はい、この位置に仮止めにしました。では穴開けていきます。ちょっと緊張するね。マジで緊張する。ということで、これから今度この1回仮止めしたのを外して錆止めしていきます。はい、じゃあ見えないところですけども、一応色合わせてタッチアップしていきたいと思います。ということで、今度取り付けていきたいと思います。ボルトの方にコーティングちょっと塗っております。これでちょっと微調整効くってことなので、ここら辺かな。で、取り付け終了しました。最後に
蓋ですね、取り付けて終了します。こっちから先に入れるんでしょうね。こうですね。はい、はい、取り付け終了です。はい、ということで取り付け状態をこう間近でアップして見てるんですけども、あのミラー自体の本体とは別にあのパッキンがあのボディに馴染んでくれるので、あの多少隙間あってもそんなに気にしなくていいと思います。はい、ということで、あの運転席側からあの取り付けたミラーを見てるんですけども、今頭の上にあの GoPro つけた状態で乗ってるんですけども、ちょっと違うかもしれないんですけども、こんな感じでミラーを見れてますが、動画で見れてるのかな、どうだろう。ね、フロントフェンダー、こうハンドルを切ればあのフロントフェンダーからタイヤが出るのが見えますと。でフロントボンネットも見えるので、もうバッチリです。確かに新しくミラーが入ってくるとなんか新鮮ですね。あ、こんな感じになります。はい、ということで、あのミラーをつけた場合の全体図はこんな感じです。まだね、あのスタッドレスタイヤなのでリフトアップの迫力は全くないんですけども、純正の12インチのスタッドレスなので、次回ピクシスの動画の時には夏タイヤ到着して、あの全体の感じを撮影できたらと思っております。それではまた。